スノーマンおしゃれランキング9位、渡辺翔太。渡辺さんの私服は白 T か黒 T にジーパンというスタイルが多く、メンバーの中では一番シンプルな印象です。雑誌ノンノのインタビューでも、僕の服装を一言で表すとシンプルと話しています。ファンの間では、渡辺さんといえば大の白 T 好きで有名。スノーマン公式 YouTube チャンネルでのシンクロ維新伝心チャレンジ企画では、T シャツの色をみんなで揃えるゲームの際、男は黙って白 T だろという名言を残しました。体を鍛えていることもあり、白 T が似合う渡辺さん。雑誌ザ・テレビジョンでは、メンバーの向井浩二さんがショッピーは白 T や黒 T を種類ごとに分けて博物館のようにハンガーにかけて収納していると暴露しました。 T シャツだけでなく、ズボンもすべてハンガーにかけて収納しているそう。綺麗好きで几帳面な性格がうかがえます。また同じメンバーの阿部さんは、渡辺の私服には注目している。切り替えが独特なトップスや、チャコールグレーだけど緑っぽいとか、選ぶデザインや色が絶妙と渡辺さんのファッションに関心。流行りの色やデザインを買うのではなく、渡辺さんは独特のセンスで服を選んでいることがわかります。また雑誌にて、ディティールやシルエットなどの細部にこだわった服装が好きと話し、シンプルながらファッションを楽しんでいます。渡辺さんは同雑誌にて、僕にとっておしゃれは自分のためにするもの、人と比べずに自分が楽しむことをモットーにしていると話しました。流行を意識した華やかなスタイルよりも、自分らしいシンプルで洗練されたデザインを好んでいます。8位、佐久間大介。佐久間さんは大のアニメ好きで知られていますが、ファッションにも反映されています。スノーマンの YouTube 公式チャンネルでは、よくアニメ T シャツを着ている佐久間さん。アニメ T じゃないものは1万円は払えない、出せて7000円ぐらいかな、ファストファッションでいいもんと発言。ファッションにお金をかけるよりは、アニメのグッズなどにお金をかけたいようです。アニメ T シャツ以外では、オーバーサイズの服が好きで、大きめのパーカーなどを好んで着ている佐久間さん。雑誌ではおしゃれの幅をもっと広げたいと話し、近年はカラーアイテムを取り入れています。新品は着る前に必ず洗い、ニットは型崩れしないように外干しにすると話し、こだわりがある様子も見せています。また佐久間さんはロレックスのオイスターパーペチュアルのピンクの時計を愛用しており、メンバーカラーのピンクだとファンの間で騒がれていました。その他にもロレックスの時計を2つ持っており、時計にはお金をかけることを惜しみません。7位、ラウール。ラウールさんは YouTube チャンネルで、よくアメリカのファッションブランドハフの服を着ています。ノンノのインタビューでは、私生活ではリラックスしていたいから、おしゃれな服よりも着心地のいい服の方が好きと話していました。モデルの仕事が多い分、私服はあまりこだわっておらず、デザインよりも機能性重視のラウールさん。それスノでは、ラウールさん自身が買うものをあらかじめ決めておき、入店してから3分で買って退店すると言っていました。シャイな様子が可愛らしいです。また雑誌にて、メンバーの深澤さんからお下がりをもらっていると発言。しかし趣味が全然合わないと明かし、深澤さんの前でだけしか着ていないと暴露。身長190センチという華やかなスタイルを生かし、ハイブランドも堂々と着こなすラウールさん。ディオールのアンバサダーを務めていた時期もあり、ディオールのスニーカーを愛用している様子が YouTube チャンネルでも見られます。最近は幼児山本の2023年春夏コレクションのモデルに起用され、パリコレデビューを果たしました。これからますますファッションに興味を持っていくこと間違いなしではないかと思います。6位、岩本光。岩本さんといえば大の筋トレ好きで有名ですが、ファッションにも自分の体格を活かしています。普段からファッションにはあまりお金をかけず、筋肉という服を着ているという名言がよく本人の口から語られます。スノーマンの冠番組のそれスノーマンにやらせてくださいでは、普段つけているピアスはドンキホーテで買っていると発言し、ファンからは真似したいとの声が多く上がりました。ドンキホーテでアクセサリーを買うと聞くと、
親近感が湧くファンも多いのではないでしょうか。岩本さんの愛用している時計もカシオの G-SHOCK だそうで、値段よりも機能性重視な様子が伺えます。またソレスノのリンクコーデ対決では1位を取ったこともあります。審査員でモデルの川北真由子さんから真似したいですと絶賛されていました。お金はあまりかけないもののファッションセンスが高い岩本さん、雑誌ノンノではファッションに限らずだけど一つのものを長く愛用している人はかっこいいと思うと話していました。服が汚れることで味が出るのも好きで、岩本さんの男らしい性格がファッションにも現れています。ファッションは TPO に合わせて着たいものを着ており、雑誌では俺にとって服は自分の〇〇したいという気持ちを高めてくれるものと話していました。岩本さんにとってファッションは大切な存在だということが読み取れます。また同雑誌で同じメンバーの宮舘さんは岩本さんのファッションについて言及。岩本は自分のスタイルをしっかり持っていて、着ているブランドのバックグラウンドも知っているイメージと話しました。宮舘さんはメンバーの中で岩本さんと一緒に買い物に行くことが一番多く、岩本さんのファッション事情についてよく知っています。5位、阿部亮平。私服はロングコートやシャツ、シンプルなニットなどきれいめスタイルが多い阿部さん。阿部さんの知的なイメージとマッチしています。好きなブランドはクルニで、 YouTube チャンネルでも阿部さんが着ている様子が何度も見られます。クルニは芸能人がよく着ているブランドで、大人っぽいきれいめな洋服が多い印象です。また阿部さんはアクセサリーをつけていることも多いイメージです。アクセサリーは願掛けも込めて選ぶそうで、デビューの時期あたりに羅針盤のデザインのディオールのネックレスをつけていた際はファンの間で話題になりました。服はオーバーサイズが好きな阿部さん、雑誌ノンノではアウターやトップスは生地の面積が大きければ大きいほど好きと話していました。ロング丈のシャツが好きで同じものを4着持っていると発言。ファッションにはこだわりがある様子です。4目黒蓮。2018年から雑誌ファインボーイズで専属モデルを務めている目黒さん。こちらの雑誌は男子大学生をターゲットにした雑誌ということもあり、目黒さんの私服もトレンドを抑えた若者らしいファッションが多い印象です。目黒さん自身、僕がファッション雑誌のモデルを務めているということもあり、みんなが真似しやすい私服を着るようにしていると発言しています。モデルとしてのプロ意識も高くて素晴らしいです。実際に目黒さんは韓国のプチプラブランドエデクロのアイテムをよく着ています。こちらはお手頃な値段で手に入れられるアイテムのため、ファンはお揃いにして楽しんでいました。他にもGU の T シャツを色違いで着るほど愛好している目黒さん。本人の発言通り、みんなが真似しやすいファッションを心がけています。また、ソレスノのリンクコーデ対決では、上位にランクインすることが多く、コーディネートを組むのが得意だということがわかります。さすがファッションモデルなだけあり、センスもいいですね。雑誌では、クローゼットにある服の7割が黒で、残り2割が白、1割はその他と発言。黒と白の組み合わせが多くなりがちとコメントしています。私生活ではシンプルなコーデが好きだということが読み取れます。3位、宮舘涼太。宮舘さんはカチッとした服装が多く、普段から決めているおしゃれな印象です。いつも足元にはブーツを履いている宮舘さん、素敵な靴は素敵な場所へ連れて行ってくれるという言葉を信じており、毎月新しい靴を一足買うと話していました。雑誌ノンノのインタビューではヒールのあるブーツがお気に入りと発言。私服でヒールブーツを履くというなかなかおしゃれ上級者な様子がうかがえます。また宮舘さんはハイブランドのセリーヌがお気に入りで、 YouTube チャンネルでもよく着ています。以前ガンバラナーという番組に出演した際、宮舘さんはハイブランドが好きなのでそのために頑張りますとボケて笑いをとっていました。ファッションのためなら体も張れるほど好きです。宮舘さんはメンバーやファンから伊達様と呼ばれており、貴族キャラで親しまれていますが、そのイメージ通りハイブランドを愛用する様子からも貴族感が溢れています。メンバーの深澤さんは宮舘さんのファッションについて、伊達様はどんな時もビシッと決めてくる、
自分だけのスタイルを確立していてかっこいいと褒めていました。メンバーの向井さんは伊達さんの服への意識がより強まっていると話し、トップスをパンツにインするスタイルなど以前と変化が見られるそうで焦っていると語っていました。これからますますファッションセンスに磨きがかかっていきそうです。2位、深澤辰也。深澤さんといえばファンの間では全身ハイブランドのイメージで知られています。特にロエベが大好きな深澤さん、スノーマン公式 YouTube チャンネルでもよくロエベの服を着ている印象があります。ロエベで購入した4万円の T シャツを着ていた時は高すぎるとファンがざわつきました。他にもロエベのキャンドルを愛用しており、スマホケースもロエベで揃えています。アクセサリーもハイブランドで、ロレックスの300万円の時計やティファニーの280万円のネックレスをつけているなどで揃えています。ファッションにかけるお金は惜しまない印象です。またパジャマはジェラートピケのものを愛用しており、お揃いにするファンもたくさんいました。男性でジェラートピケのパジャマを着ているのは珍しく、ここでも深澤さんのファッションのこだわりがうかがえます。さらにスニーカーもハイブランドのものが多く、Y3 やグッチのものを愛用しています。メンバーの中では誰よりも服にお金をかけている様子の深澤さん、しかしスノーマンの冠番組それスノーマンにやらせてくださいのリンクコーデ対決シリーズではいつも最下位付近です。彼女の部屋着を考える回ではチャイナ服を選んでいた深澤さん、非日常なコスプレっぽい服装が好きと話していました。実際にライブにチャイナ服で来るファンもいて、スノーマンのラジオそのまんまではライブにもぜひみんなチャイナ服で来てほしいという発言までしていました。その他にもソレスノのコーデ対決では独特なコーデを披露し、審査員でモデルの河北真由子さんにふざけてますと突っ込まれる場面もありました。一着一着にはお金をかけていますが、コーデを組むのは苦手です。同じメンバーの目黒さんは雑誌でふっかさんは誰にも真似できないザ・深澤って感じの衣装、どうやってその組み合わせを思いついたのって聞きたくなるようなと話していました。派手な私服が多いイメージがありますが、コーディネートも独特で深澤さんのセンスはメンバーも気になっています。1位、向井康二。向井さんはスノーマンのおしゃれ番長というキャッチフレーズがあるほどファッションが大好きです。古着っぽい私服が多い印象ですが、雑誌ザ・テレビジョンにて古着もめっちゃ買うし、ハイブランドも買うし、チェーン店の服も買うと話していました。値段を基準に服を選んでいないことがわかります。向井さんが一番よく着ているハイブランドはバーバリーで、スニーカーもバーバリーのものを愛用しています。スノーマンの公式ブログスノ日常では、向井さんが私服を紹介するコーディネートというコーナーを作っており、向井さん自身がコーディネートをファンに向けて紹介しています。ブログで私服を紹介するジャニーズタレントは珍しく、ファッションを楽しんでいる様子がよくわかります。また向井さんは雑誌で同じコーデは二度としないことがモットーだと話しています。毎日違うコーデをするとなると、相当たくさんの服を持っている様子の向井さん、雑誌ノンノのインタビューではメンバーの渡辺さんが、康二は僕には扱いきれない服を簡単に着こなすと話しました。渡辺さんが衣装で着用した着こなすのが難しそうなノースリーブのジャケットを向井さんはそれええな欲しいと言っており、渡辺さんは驚いていました。さすがスノーマンのおしゃれ番長です。またノンノウェブでは向井康二さんのコーディネートという向井さんにコーディネートを考えてもらう企画が連載されています。こちらの企画は大好評で、現在第5弾まで連載されています。ファッション雑誌で連載を持てるほど向井さんのファッションセンスは評価されていることがわかります。今回はスノーマンおしゃれランキングを紹介しました。今後もジャニーズに関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。